伊勢車両区周辺出店、国土交通省、国土画像情報伊勢車両区は、三重県伊勢市吹上1丁目1の89にあった、東海旅客鉄道の車両基地である。三宮線伊勢市駅構内に位置し、東海鉄道事業本部が管轄していた。三宮線開業以来の歴史を持つ、車両基地であるが、国鉄分割民営化の時に、亀山機関区への統合。 廃止も検討されていた。しかし、民営化にあたっては、関西本線の非電区間及び亀山機関区が西日本旅客鉄道の管轄となり、JR 東海に三重県内非電区間の運行拠点を確保する必要があったため、存続することとなった。その後、機動車の点検体制を見直すため、2016年3月31日をもって廃止され、 名古屋車両区と美濃太田車両区に統合された。海、伊勢、東海鉄道事業本部を意味する海と伊勢を意味する伊勢から構成される。以下は2015年4月1日現在の配置車両である。中日新聞の報道によれば2016年3月31日の廃止直前の担当車両数は44両であった。かつては機関区であったため、 C51 型や C57 型などの蒸気機関車も廃棄されていた。担当車両44両、従業員28人の小規模な車両区であり、機動車の点検、修繕に当たった。熊野大花火大会の際には、区所属の社員が現地へ赴き、乗客の誘導も行っていた。ABCDEFGHIJ 新聞出版から十七ページ ABC 大島。 コースケ、伝家の波、118年に、幕、JR の伊勢車両区、中日新聞、2016年4月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2016年4月4日閲覧、ABCDEFGHIJK 大島、コースケ、地域住民と、交流思いで伊勢車両区長を振り返る今日廃止をしむ、声も、 中日新聞2016年3月31日付長官、伊勢島版16ページ、業務ニュース名古屋ナン、no. バー253、JR 東海労働組合名古屋地方本部、2016年4月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2016年4月4日閲覧、平賀から13ページ、鉄道ジャーナル第21巻第12号、鉄道ジャーナル社、 1987年10月60ページ。駅管理体制見直し。交通新聞。購入者。鉄道ファン2015年7月号。JR 旅客会社の車両配置表。ありがとうございます。